ペロシってどういう状態かは分かってますか？ちょっとしてられない感じだったんですけど。すごい。あ、本当だ。こっちの方がなんか。噂のカンナの鳥海です。さよさまです。今回は前回肩甲骨リリースの動画でも言ったんですけど、豊沢さんの骨盤矯正をしていきたいと思います。はい、反り腰なんですよね。そうなんですよ。いつからです？気づいたのは 2,3 年前ですけど、おそらくその前から反り腰だったと思います。反り腰だとやっぱ慢性的な腰痛で悩む方が多いんですけど、豊沢さんの場合だと前回その首肩こりが強いということで、肩甲骨リリースをしていったんですけど、反りが激しいっていうことに私が気づけまして、反り腰のせいで背骨のバランスが崩れて首肩に負担がかかって首肩こりが強くなってしまっているっていう可能性があるので、今回はそのあたりを整えていこうと思うんですけども、はい、反り腰ってどういう状態かは分かってますか？お尻が後ろに出た状態。正解です。クッてなってる状態、はい、背骨って頸椎、胸椎、腰椎という感じがあって、だいたい24個の骨で構成されてるんですけど、上から前腕、後腕、前腕っていう作りになってるんですね。クニャクニャクニャってなってると思っててください、はい、この S 字カーブのうちの腰椎の部分の前腕がかなり強くなった、まあ言ったら反っている状態が反り腰なんですけど、はい、ここをですね、しっかり整えていきたいと思います。今写真を撮って体の状態を見ていったんですけど、まあすごい腰から下が左にガッとずれてるのと、はい、首が前に出てストレートネックになってるんですよ。腰からこうずれてるのと、まあ、首が前に出てるのがあるので、まあ、ここをちょっとしっかり矯正していきたいかなって思います。自覚はないんですよね。でもなんかあんなにずれてるっていう、全くないですね。普段ずれてるってことも思わないし、特に動きにくいとかも感じたことはないです。慣れたら感じないですもんね。豊沢さんは自分のことを、反り腰っていう風に分かってるんですけど、自分で気づけない人っているかもしれないので、今回はこう簡単にできるこう反り腰チェックっていうのもやっていきたいと思います、はい。で、反り腰のチェックやっていきたいんですけど、仰向けに寝た状態で腰とお尻の間ですね、背中とお尻の間、腰の部分に両手をグッと突っ込んでみてください。手のひら1枚入るぐらいの隙間が空いてるっていう人は反り腰です。で、手のひら1枚以上の隙間がある方は反り腰である可能性が高いのでチェックをしてみてください。で、豊沢さんの場合はもう入れてくださいと言ったらスッと入ったので、はい、完全に空いてます、はい、はい。ではやっていきますので、左側を下にして横向けになってください。はい、お尻に向いてください。ではやっていきたいと思います。骨盤矯正受けたことありますか？ないです。割とストレッチ的な要素も多いので。痛いです？大丈夫ですか？ちょっと痛いです。耐えられないとかじゃないですか？あ、ではないですね。押していきますね。はい、お硬いです。大天使っていう、はい、足の骨が付け根みたいなのがあるんですけど、それが骨盤にはまってるんですよね、はいはい、ここが硬くなってはまってないと、はい、動きが悪くなってむくんだりとかしちゃうので、あ、ここをしっかりはめてあげないと全然硬くて入らないですね。へー、ここがくるってなるんですけど。ああ、そうなんですね。ちなみに柔らかいですか？硬いですか？硬いと思います、はい、きついです。このぐらい若干きついですけど、まあ耐えれます。これできついんですね。きついです。硬いですね。あ、そうだ、膝とかちょっとつりそうです。え、これでつりそうになるんですか？はい、なんかもう膝ピキピキしてます。反り腰って何が原因で反っちゃうんですか？筋肉のバランスの崩れとか、体重が増えてしまったりとか、ヒールの高い靴を頻繁に履いてると反り腰になってしまう可能性が高くなります。原因なんですよね。そうなんですね。例えばヒールの高い靴だと、はい、ヒールが高いとつま先の方に重心がグッといくじゃないですか、はい、それだと体のバランスを保てないので、体が無意識に腰を反ってバランスを保とうとするんですよね、はい、へー、なるほど。太ったりしてもそうですよね。なんかお腹が出てそれに耐えれるように腰を反るみたいな。認
心とかも関係あるんですね。そうですそうです、関係あります。左の方が硬い、さっきよりちょっと痛いです。こっちも釣りそうですか？いや、こっちは釣りそうにはなってないです。ただもうそれ以上は行く気がしない。行かないですよね。なんかロックがかかります。私が今抵抗されるから。うちの方が硬いからそっちにずれてるんですかね。多分そうだと思います。で、仰向けに一回腰上げてもらって、ポキポキ言うんですよ。これダメなんですよね。なんか膝もなってる。危ない気がする。これはそんなに痛くないですよね。ちょっとこれ痛いですよ。ちょっと力抜いてください。もっと力抜いてください、はい、どうしたんですか？怖い。大丈夫です、うん、大丈夫です。本当ですか？あんま大丈夫そうには見えないですけどね。回りますね。あ、本当ですか？へえ、こう行くから行かないといかないじゃないですか。あ、そうなんですね。でもこっち痛くないかもしれないですよ。見てたから。これは痛いですね。ふう。力抜いてください。もう伸びますね。伸びますよね。無理やりこう引っ張り出さないと豊沢さんの。デスクワーク絶対大きいですよね。こうなるの。そうなんです。汗拭こう。ちょっと足が動いてるの分かります？私が押すことで、はい、動いてます。さっき全く動かなかったんですけど、すごい。一番死んだやつありましょうか？一番死んだやつ、はい。うつ伏せに寝てください。うつ伏せ、はい。なんか反り腰なのにいろいろやってんなって思う人いるかと思うんですけど、うん、カメラに話しかけてます。反り腰っていうのは腰椎だけじゃなくて骨盤とか下肢からの影響も受けてるので、やっぱり反り腰を改善していくってなると骨盤から下の状態っていうのも整えてあげないといけないんですよ。最後ですね、はい、まあ、軽い筋トレみたいな感じなんですけど、はい、筋肉をつけないとキュッて骨盤を締めることができないじゃないですか。あ、そうなんですか？そうですね、筋肉がついてないと骨盤が締められないので、結局矯正をしても元に戻りやすい、はい。まずこっちの足をこう倒しますね、はい、で倒してこっちまで持っていってください、はい、ただ豊沢さんがこっちからこっちに持ってくる間に私はこれにこう抵抗をかけるので、私の抵抗に負けないようにこっちまで来るっていうのを10往復します。10回目でこの力をかけ合ったままここで10秒キープですね。いきますよ。はい、はい、やります。ひひはい、はい、戻します。はい、せーの、せーの、きついですか？もうだいぶしんどい。じゃあ5にしましょう。5、はい、はい、5、はい、ここでキープしてください。私に負けないようにキープしてください。はい、あー、大変ですね。お尻をこの状態で触ってもらいたいんですけど、はい、触り心地が違うの分かります？あ、本当だ。こっちの方がなんか締まってません？そう、引き締まってるんですよ。なんか頼んでるお尻からキュッと引き締まったお尻に変わるので、はい、すごい。筋肉を使うっていうのはそういうことなんですよ。すごい。最後です。こう、ここでキープです。はい。これ紹介できる人いるんですか？痛いですよね。婦人科系のツボなんですよ。え、ここも痛くないですか？今日はですね、骨盤矯正って普段やってるやつをやっていこうと思ったんですけど、豊沢さんの体がちょっと硬すぎて、いろんな手技を今回は特別に加えてる形になります。で、最後に足のアーチもしっかり作っていきたいので、足のアーチも作っていきたいと思います。この足の骨、測定アーチがしっかりできるとできてないじゃ、地面に足をついた時の感じとか、はい、歩きやすさとか全然違うので。へー、そうなんですね。確かにどっちかには重心がかかってる気が。はい、はい、終わりです。どうですか、受けてみて。ちょっと痛みはあったんですけど、でも耐えられないほどの痛みではなかったですね、うん、あと受けた後にまっすぐ立つのがすごく楽になりました、うん、最初はまっすぐ立ってるとフラフラしてしまって、うん、じっとしてられない感じだったんですけど安定してなかったんですけど、終わって立ってみるとすごく立ちやすかったというか、まっすぐ立ててるなって楽でした。もともとすっごいずれてたんですけど、うん、すごくないですか、うん、最初どうやって
この状態から立ってたのっていうぐらい斜めじゃないですか、うん、けど体がまっすぐのラインになってるので骨盤だけが左にグッと飛び出るわけでもなく、かなりすごく整って立ちやすくなっただろうなというか、もともとが立ててたのかなっていう疑問になるくらいこう斜めなので矯正してよかったと思います。多分骨盤矯正を入れてるので肩こりっていうのは感じにくくなると思います。とかひどくならないとかあると思うので、はい、確かになんか下半身だけじゃなく、はい、なんか背中とかもすごく楽です。軽くなりました、うんうん、そうなんですよ、うん、別に上を触ったっていうわけではないんですけども、はい、ここは骨盤矯正しかしてないんですけど、はい、骨盤が整うとその上の背骨とかも整っていくので、うんうん、骨盤するだけでかなり楽になりますよね、うん、以上です。ありがとうございます、はい、これからも様々な情報を配信していきますので、評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画で。